ボカロ P ニートが新曲エキストラを本日配信リリースした。本楽曲は普段スポットライトが当たることはない裏方のボカロ P ならではの視点で書かれた楽曲。好きなことを心から楽しむ姿は他者にとって意味があるというメッセージが込められている。ボーカルには中性的な声で若くフレッシュな質感が特徴のシンセサイザー VAI ユマを使用しており、これまでのボカロと比べてより肉体的に感じることができる。調整によって女性的にも聞こえるボーカルのため、初見では人間のツインボーカルと聞き間違えてしまうほどの仕上がりだという。ジャケットイラストとメガボルトは映像作家熊谷芙美子が担当。哀愁のあるタッチで楽曲を表現している。なおメガボルトは後日公開予定だ。ニトからのメッセージ、決して派手ではなく、特別なことでなくても誰かにとっては光のように輝いて見える、そんな曲を書きました。どんな役目や存在にも意味があると思います。今を必死に生きている人のほんの少しでも支えになれたら幸いです。リリース情報、2024年11月15日配信シングル、エキストラ各サブスクリプション&ダウンロード、https://orcd.co/、ニトエクストラ作詞、作曲、編曲、ニト。ボーカル、ユマイラスト、熊谷芙美子関連リンク YouTube チャンネル、https://www.youtube.com チャンネル、アフアクスムネッソイ8吹き字4 p 9ニコニコ動画、https://www.nicovideo.jp/user/8840518/ ビデオ、レフイコール PC ユーザーページメニュー X、旧 Twitter、https://twitter.com/ニトアンブレラエキストラ250円、 Amazon で詳細を見る。リアルサウンド編集部フォローオンスナズフォローオンスナズフォロー。オンスン操作ウェブサイト、あなたが知りたい音楽情報をいち早くお届け。シーンの最新トレンドや今気になるアーティストをピックアップし、わかりやすく、そして詳しくお伝えしていきます。毎月更新の特集企画もお楽しみに。最新情報は Twitter、撮り下ろしのインタビュー写真は Instagram、オリジナル動画は YouTube をチェック。リアルサウンド編集部の記事一覧はこちら。